始まりました、アプカミ。今回のお相手は椿ファクトリーの尾形理沙と椿ファクトリーの朝倉キキです。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けしていきます。ということで、まずは MC2 人の裏側に迫っていこうと思います。はい、キキちゃんどうですか？はい、そうですね、最近の私たちはなんといっても7月から毎年恒例のハロープロジェクトコンサートが開幕したんですけど、うん、今回はハロープロジェクトの楽曲を一切歌わずカバーということで、それもですね、全員一人で歌唱なんですよ。だから本当に緊張しますし、うん、今まで自分の声をあまり聞いたことがなかったので、今回を機にすごく自分の声に何だろう興味を持ったというか、もっとこういう風に歌ったらいいんだなっていうのをすごく勉強していますし、お客さんも今回は声援を送らずにサイリウムをね振ってくださってて応援してくださるんですけど、それがすごく何だろう今回のコンサートではすごく大事というか、いい色を出してくださっていて、すごく温かいコンサートになっているので、すごく楽しいですし勉強になっています。本当に普段ね歌わない楽曲のジャンルというか感じなので、もう本当に私たちもすごい勉強になるなっていうふうに思っております。はい、そして私はなんですけど、9月30日に椿ファクトリーのニューシングルの発売が決定していまして、そのレコーディングだったりミュージックビデオの撮影だったりいろいろ進んでいるんですけども、その活動をお休みしていたというかステイホーム期間の時にずっとお家で過ごしていたので、あんまりこう声を出す機会がなくて、で久しぶりにシングル そのレコーディングに挑んでみたら、すごい歌うのって難しいんだなっていうことに、なんか改めて気づかされまして、まあ、その日々続けていくことというか、まあ、ライブだったりとかで歌う機会があることとか、まあ、そのライブができるその環境のありがたさというかということに気づけたので、これからまた徐々に、ね、活動が再開してきて、もっともっと毎日頑張って、いろいろ勉強して皆さんにいいパフォーマンスをお届けできればいいなというふうに思いました。それでは今回のアプカミ、まずはこちらから。アンジュルム限りあるモーメント、ミュージックビデオ撮影メイキング、8月26日リリースになります。アンジュルムのニューシングルの中から限りあるモーメントのミュージックビデオ撮影の様子をご覧ください。曲聴かせていただいた時に、そのドストレートに不安であるとか後にある前向きな気持ちみたいなことをストレートに歌っていて、この曲を表現するのに何か企画らしい曲をかぶせるとかストーリーをかぶせるみたいな MV よりも、割と分かりやすく今のありのままのアンジュルムが表現されている MV になっているのが一番正しいかなと僕的には思って、それで、一応ふさわしいのが飾らないステージ、舞台かなと思っていただいたんですが、ゆりちゃんブルーバック、本当だブルーバック、合成なんだね。確かに合成だね。あ、夜景やね、あ、夜景とかだからってこと、すごいね。大人っぽいね、メイクとか、すごい、なんか一人一人違うね、メイクも。ココちゃんすごいね、めっちゃかっこいいね、超かわいいな、今回も頑張るぞっていう曲になってるので、なんか心の叫びみたいなのがあるので、それを表現できたらいいなと思います。頑張ります。以上です。神隠れお前でした。
カチクリというよりはゆっくり動かしていただけると。いきます、テスト、トレー、アクション、やる気出してください。かっこいい、階段の方だけなのになんかシャボになってた。すごい、かっこいい。いきます、トレー、アクション。はい、カット、カット、オッケーです、ありがとうございます、ありがとうございます。今日は、新曲の限りあるモーメント、限りあるモーメントの MV 撮影中です。炎が出るっていう噂を聞いたので、それを楽しみにしてますね、はい、ずっと。完成は皆さんと一緒に楽しみにしてたいなと思ってます。でもジャケ写 の、 その写真がすごくなんか個人的にですよ、良、うん、かったので、あら、いいのが選ばれてくださいって思ってます。ビジュアル良かった、ビジュアル絶好調です本日。はい、ということですね。あったかい、はい、行きましょう。あ、あった、足に。あ、本当だ、後ろにあるね。ドローン使ってるんだ。かっこよくステージングを撮るときに、ある種気を照らわないというか、ドストレートなことを映像でもやるのがメッセージ、あの曲のメッセージのストレスさにすごく合うかなと思って、なのでカウンタッチの力強さを表す意味での炎みたいなのは、あの、まあ、ドストレートというのか、ドベタというのかちょっとあれなんですが、まあ、でもすごく合うかなと思って、そのストレートさは多分今のカウンタッチに直球に合うと思って、でカウンタッチのそのダンスの魅力を撮るときに、あの、でもかっこいいし、寄っても美しいしみたいなことがあって、ドローンを入れさせていただいて、かっこよく撮れたかなと思います。見てる私たちも、やろうがやるまいが、悪口言うやつは火のトーチとか、そのドローンっていうものを今回は使わせていただいてて、あとこの夕日を使ってて、なんかすごいかっこいいなと思って、この演出のおかげで後から見たら、もう自分かっこいいじゃんみたいな、そういう風になんかすごく自分の姿もすごい様になって、影も綺麗で、なんかすごいいいなと思ったので、すごく MV の完成が楽しみです。あの外の空気をね感じながら撮影したんですけども、まあ、今回は私たちがこう女戦士になったかのようなね、うん、こう火が出たりとか強めのアンジュルムを見ていただけるんじゃないかなと思いますので、そんなミュージックビデオぜひ楽しみにしててください。もうかっこいいっていう言葉しか出てこないくらい、うん、ね、アンジュルムの皆さん一人一人が強くて、うん、あまり小道具を使わずに撮影されてたと思うんですけど、うん、もうそれを感じさせないくらい一人一人の存在感が強かったので、うん、なんか、なんだろうな、表現力がすごくたくさん見れる曲なんじゃないかなと思いました。もう本当になんか一人一人が華やかで、すごいそのみんなの強さが伝わってくるなと思ったんですけど、その監督がおっしゃってたようにこう飾らない、なんか今のアンジュルムをみたいなことを多分言ってたと思うんですけど、いや、それが本当に伝わってくる作品になっているなと思ったので、また私もミュージックビデオをまた改めて見てかっこいいなって、後でねまたやりたいなって思いました。はい、ということで以上、アンジュルム限りあるモーメントミュージックビデオ撮影メイキングでした。今日もいいことあるといいね。続いてはこちらです。
モーニング娘。20ラブペディア北川リオのボーカルレコーディング。モーニング娘。20の最新シングルの中からラブペディア北川リオのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。OK、 じゃあ撮っていこうか。はい、まず頭、見つかんない、わかんないのラブペディアじゃない方な。はい。の、4発、そうじゃないの、てないまでの4回、これをまずやってみましょう。はい。はい、見つかんない、わかんない、そうじゃない、のてない。見つかんない、わかんない。そぼじゃない、乗ってない、いい感じですね。うん、頭の3つかんない、あのみーの本当に頭のみーのところにしっかり3つかんないしっかり入ってこれる。はい。見つかんない、わかんない、そうじゃない、乗ってない。見つかんない、わかんない、そうじゃない、乗ってない。 OK。ラップペリア、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 知りたい、もっと Everybody、 Oh yeah。 OK、 転調の人だったかな。はい、でそれやっちゃいましょう。ラップペリア、ラップペリア、ラップペリア、ラップペリア。Everybody, oh yeah。オッケー。そしたら飛行かい。飛行ばかい。うん、これ行ってみよう。飛行会。そうね、これも飛行やねんけど、飛行会。飛行会。あ、オッケーオッケー。飛行会。オッケー、バッチリ。ヒストリー。ヒストリー。ヒストリー。いいじゃないの、オッケー。では。あなたってふうにやりとり重ねるたびのとこやな。はい。星の運命とか、あなたってふうやりとり重ねるたび。まず歌い方、うん、まあ、やろうとしてることはその感じでいいけど、一箇所だけ、あなたってふう、ふうのところはふうっていう、あのあなたってふうやりと、あ、まあまあ、あの雰囲気な雰囲気、うん、あ、だから音程的にあなたってふうでいいねんけど、そのふうのところふうってちょっと下がる感じ。はい、うん、で全体的にあんまりしっかり歌わなくていいかな。今結構ガーッすごい力入ってガーッて歌ってる感じがするから、はい、もっと全然楽しんで歌ってるぐらいの感じでいい。はい。あなたってふうやりとり重ねるたび。あなたってってくる。あなたってうたたたたってこちょっと頭を強めにいくようなイメージ。はい。うん、星の運命とか、あなたってふうやりとり重ねるたび。そうそうそう、これぐらいのイメージいいから、これをもうちょい楽しめるといいかな。もうちょっと楽しく、はい、もう一回やってみよう。星の運命とか、あなたってふうやりとり重ねるたび。 OK です。はい、はいよ。ではその次、きらめいたシティライツ。
きらめいたシーンティーライト。スティーライトとかすごいいい感じです。これもやっぱ頭のきらめいたの、キーのところ。はい。うん、ここしっかりきらめいたしっかり。はい。きらめいたシーンティーライト。オッケー、バッチリです。以上ですね。はい、おお。はい、お疲れさんでした。ありがとうございました。リオちゃんは歌が得意って言ってここに入ってきたメンバーだったと思うんですけど、うん、なんか確かにそうだなっていう風に今 VTR を見て改めて感じて、本当にリズムだったりとかその歌い方とかそのしっかりしてたので、うん、まあ、これからどん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 歌割りが増えていけばいいなっていう風に私も思いましたし、そのリオちゃんの成長がすごく楽しみになる映像だったなと思います。はい、私はですね、まあ、ハロープロジェクトのコンサートで何度もねラブペディアは聴いてきたんですけど、うん、改めてレコーディング映像を見て聴いてみると、あの音程が難しいなと思って、うん、あのサビのラブペディアっていう部分が4回ぐらい、うん、あの続くと思うんですけど、全部音程が違うから、うん、本当に聴かないとね私も絶対歌えないなと思ったんですけど、うん、リオちゃんは的確に歌ってたので本当に器用にこなす子だなと思ってすごくびっくりしましたし、上手だったのでこれからの成長にも期待しております。ということで以上、モーニング娘。20ラブペディア北川リオのボーカルレコーディングでした。いつもありがとう、私も応援してるよ。椿ファクトリーの尾形梨沙と椿ファクトリーの桜キキがお送りしているアップカミ、続いてはこちらです。鈴木愛理 Baby We Can Do It レコーディング。鈴木愛理公式 YouTube チャンネルにて公開中の Baby We Can Do It のレコーディングの様子をご覧ください。でここも F マイナー、ここクイナー F マイナー、必ずここ必ず来る。でその後 A ダシが入ってくるんだけど、この入り方がもうフラムドバーンって入ってきてほしいんだけど、シンバル打たないでほしい、はい、ドバーンそのまま A 入ってほしい。じゃあそれでもうワンテイクお願いします。お願いします、はい、はい、じゃあ行きましょうか。お願いします。死ぬことに専念しよう。浮かない顔してないで、手と手を取り合えばできることは無限にある。一人じゃ不可能なことでも一緒なら可能になるさ。溢れ出す最強な笑顔で未来
いいんじゃないかな。じゃあとりあえずミュージシャンチームはどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい、本当に嬉しい。いや素晴らしいな。はい、ということで今日は、Baby We Can Do It のレコーディングをしました。まあ、今回はね、アリの方から直接ライブ映えする曲っていうね、はい、要望があったんで、はいはい、もうそこをイメージして作らせていただいてですね、はい、そのライブ感をそのまま出せるような出したようなレコーディングをしたいなと思って、はい、今日挑みまして、はい、すごくいい感じのね、音源が出来上がったんじゃないかなと。いやなんかそのもうきっかけじゃないですけど、はい、あれですよね、昨年の武さんのライブにあブリッツね、はい、そうそうそう10月のね、そうそうそう出ていただいて一個のきっかけでもありましたね。いやいやいや、そうでしたね。あとやっぱやはりやっぱライブ向きね、当たり前だけど、やっぱり ライブでずっと長らくやってきてる人だから、はい、生演奏と同時に歌って絶対負けない声してるし、いいリズム感だし、そこはね、本当僕ね、僕から言うのもあれですけど非常に感心しましたよ。いや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 、やっぱアイリが引っ張ってってくれればやっぱバンドの演奏もっと良くなるって思ってたのね。うん、だからそこを見事に引っ張ってってくれた、いいテイクが取れたんじゃないかなって僕思いますよ。こんな早く終わると思わなかったですね。そうそうそうなの。だからできる人、できるボーカリストがやるとすぐ終わんで、いやいやいや、何を言ってるの、怖い。すぐ終わんの。いやいや、それはだから勢いって大事で、やっぱりこの5テイクも6テイクも取るのはやっぱライブ感出なくなんで、ね、そうですね、ちょっとその時に出た奇跡みたいなやつを残したいですよね。そうそう、しかも2テイク目だったよね。そうでしたね、2テイク目早いですよ。3回と取らなかったっていうのはこれはもうアリの自分の自信にしてほしいし、いやいやいや、曲に引っ張ってもらいました。いやでもね、もうすごくめっちゃ汗かけましたもんね。いやそれだけだからレコーディングすらライブだったってことだよね。そうですね。おー、いやよかったです、まとめました。本当にいいライブな音をそのままパッケージできた、そんなレコーディングでしたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。もうライブ映像を見ているかのような盛り上がりを感じましたね、うん、本当に一体感を映像から感じましたし、あとは曲調がすごくボーノさんみたいだなと思って、私はボーノさんの歌うロックな楽曲が好きなので、すごくこの楽曲も好きになりそうだなって思いました。うん、拓井さんもおっしゃっていたと思うんですけど、うん、今あまりライブができない状況で、こんな風にライブ感を出すようなレコーディングの仕方もされていて、もうその楽しさというかがきっとこの作品からも伝わってくると思いますし、また早くライブができたらいいなみたいな、私もすごい思いましたし、うん、早くライブが見たいという気持ちにすごくさせてもらったので、本当に素敵なレコーディング映像だったなという風に思いました。以上、鈴木愛理、Baby We Can Do It レコーディングでした。頑張ってるあなたが好きです。緒方梨紗と朝倉キキがお送りしてきたアプカミ、お別れのお時間となりました。今回いろんなVTR 見させていただきましたけど、うん、私はアンジュルムさんとモーニング娘。さんのやっぱ新しく入ってきた子たち、まあ、新メンバーって言ったらもう、ね、結構期間が経っているんですけど、この後輩たちがすごい活躍している姿をたくさん見られたのが本当に良かったなと思いまして、まあ、先輩方からもすごく勉強になることはたくさんありますけど、この後輩メンバーからも私たちもすごく刺激を受けているなというふうに感じたので、またこれから一緒にライブができる機会があれば、そんな成長している姿を見守ってもいきたいですし、私たちも負けないように頑張っていきたいなというふうに思いました。はい、私は鈴木愛理さんのレコーディング映像を見て、本当にロックが好きなので、鈴木さんのようにロックな歌も歌いこなせていけたらなと思いましたし、あと一番好きだなって思ったポイントは、間奏のフェイク、もう本当にかっこよくてしびれたので、私もフェイクとかにもね、全然まだ挑戦したことがないので、これから挑戦して得意になっていけたらなと思いました。アプカミではアップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分をご紹介していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回のアップカミ、お相手は椿ファクトリーの緒方梨紗と椿ファクトリーの朝倉キキでした。さようなら。